第1試合は東京女子体育大学対国士舘大学の一戦でした。序盤から国士舘大学のディフェンスに苦戦し、数的不利な状況で追いかける展開となった東京女子体育大学。しかし、4番の金城氏の高い打点によるシュートが決まると、守備の強度が上がっていき、攻撃のリズムも良くなっていきました。国士舘大学佐藤に2分間退場が宣告されて、数的有利になった東京女子体育大学は、金城が速攻などの得点を重ねて、国士舘大学のリードを広げていきます。その後も、パワープレイなどで得点を重ねた東京女子体育大学が16対7で、国士舘大学をリードして前半を折り返します。後半に入っても前半の勢いそのままに得点を重ねた東京女子体育大学。結局最後までこの貯金を生かして、開幕2連勝といたしました。それでは勝利しました東京女子体育大学から矢尾監督と須田選手のインタビューをお届けいたします。それではどうぞ。それでは東京女子体育大学の矢尾監督です。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずは今日勝ちました試合の振り返りがいただけますか。国士舘大学がちょっとスピードが入ってくるスピードだとかものすごくあったので、まあ、大学はちょっと前半スタートで押し込まれたり、ボールの展開についていけない部分があったんですけども、まあ、その辺は、前半の15分過ぎぐらいからは少しずつ解消されて、まあ、なんとか、勝利することができました。まあ、その今のその良くなった時間帯っていうのがおそらくディフェンスのちょっと強度が上がった印象があったんですけども、はい、やっぱりそういうところはこうやっぱディフェンスかなって意識が選手たちにもすごくあったと思われますか。そうですね、まあ、少し15分過ぎぐらいからディフェンスが落ち着き出したので、まあ、今度攻撃の方にも、まあ、リズムが出てきたという形で、まあ、前半ちょっとこう優位に、試合が進められたのかなというふうに思っています。まあ、後半に入って比較的得点を重ねていくなと思いますけども、まあ、後半の試合に関してはどのように振り返りますか。まあ、前半のダメなところを、まあ、修正をして後半に入るようにということに指示を出したんですけども、まあ、足が動いて、まあ、ボールをシュートまで行かさないような、まあ、ディフェンスを一生懸命してたので、まあ、オフェンスはいつも通りリズムをしっかり作りながら、シュートで感動するようにということで学生たちがよく頑張ってくれたと思います。まあ、今日2戦が終わったところですけども、まあ、これからまだリーグ戦続きますが、シーズンを通してどういうチームに仕上げていきたいですか。まあ、まだまだ、課題はたくさんあるんですけども、まあ、一つ一つ、まあ、ディフェンスもそうですし、オフェンス力もやっぱもうちょっとコンビネーションも含めて高めていかないとダメだと思いますので、まあ、コロナ禍でいろんなところに感謝をしながら、一戦一戦関東の大学と切磋琢磨しながらチーム力を上げていけるように頑張っていきたいと思います。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは東京女子体育大学の須田キャプテンです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。開幕から2連勝しました。まず今日の試合の振り返りをいただけますか。前半の際は自分たちのミスでうまく流れが止めなかったんですけど、後半は自分たちのできることをしっかりやって一生懸命できたので、今日に関して言いますと、やはりディフェンスの強度が途中から上がった印象があるんですが、そこはやはり何かチームの中でもギアを変えていこうという話があったんですか。自分たちでやろうやろうとしてるところが、相手がミスしてくれたので、自分たちのやる気が出たのか。まあ、向こうの退場者が出たっていうのもちょっと大きかったですか。はい、大きかったです。で、後半はもう思ってるような展開になったんじゃないかと思います。そこは改めてどうですか。自分たちもできることができたので、はい、はい、今日こういう完勝しましたけど、この中であえて反省点としてはどこですか。私自身は見せたとしてもゲームの展開ができなかったので、来週の時はしっかりそういうところができるようになっていきます。まあ、まだ開幕から2戦ですけども、まあ、これからどういうチームにしていきたいですか。インカレでの姿なので、インカレにつなげられるような試合展開を一生一生やっていきたいと思います。わかりました。ありがとうございました。